火も魔物も絶対あのエアルのせいだ。また来た。なあ、ここで死んじまうのか。さよなら、世界中の俺のファン。世界一の軽薄男、ここに眠るって。墓に放っといてやるからな。そんなこと言わずに一緒に生き残ろうぜ、とか言えないの？デューク。ちょっと待って。ん？その剣は何？見せて。今一体何をしたの？エアルを切るっていうか、そんなこと無理だけど。知ってどうする？そりゃもちろん。いや、それがあればブラスティアの暴走を止められるかと思って。前にもブラスティアの暴走を見たの。エアルが暴れてどうすることもできなくて。それは歪み、当然の現象だ。歪み？あの危ないところをありがとうございました。エアル・クレーネには近づくな。エアル・クレーネって何？ここのこと？世界に点在するエアルの源泉、それがエアル・クレーネ。エアルの源泉？あんた一体こんな場所だ、散歩道ってこともないよな。ま、おかげで助かったけど、ありがとな。まさか、あの力がリゾマートの公式。ここだけ調べてもよくわからないわ。他のも見てみないと。他のか。さっきの人、世界中にこういうのがあるって言ってたね。ああ、言ってたね。それを探し出してもっと検証してみないと確かなことは何もわかんない。じゃあもうここで調べることはないんです？んじゃ、ダングレストに戻ってドンに会おうぜ。